雲月三代目という映画ありましたよね、うん、あの研究の離れという時代ですけど、まあ、そのところの料理長をやっていた、そういう経歴を持っていて、いろいろ美味しいものも持ってるんで、ちょっとそれも含めてちょっと一言はい。寺田社長と出会って8年後ぐらいに僕は離れを辞めてしまうんですよ。でその間もあのいろんなことを、僕その間フレンチ行っちゃったんですよ。和食とは全然違う。でその中でこう得た経験とかをこうまたこう、築地が長かったので、築地になんかまた帰れないかな、築地になんかできることがないかなって思いながら、まあ他のところで生活はしてたんですけど、そんな中でこう、まあ、以前ご縁があった寺田社長のところに何か貢献できないかなと。これ欲しいですよ。美味しいですよ。お魚とは違 う, こう肉の方に行ったんで、こうお肉屋さんと一番ご縁があった寺田社長と何かできないかなっていうので、話がいろいろ始まったのがご縁で、でその中で寺田社長の方からも、この今から召し上がっていただくサバの味噌煮もぜひうちで、これねやばいよ、やっぱくれないか、サバ味噌煮、他のサバ味噌煮食えなくなる。そう、割り箸は買ってた。8年以上継ぎ足しの味噌だれでやってまして、あ、うめ、やば味噌煮の感じが、これうまい、本当にうまい。社長、松江さんに認めていただきました。ありがとうございます。これで築地で生きていきます。はい、私です。先輩、何子ちゃん、ディズニーランドで、ディズニーランドおもてなしはすごい。初めてこう築地に来て、寺田社長とのまあいろいろな人々のご縁があって築地に来るようになって、なんてこう本当にあったかい街で横のつながりがあって、なんかまあ昔のイメージですけど、私の小さい時なんかもそうだったんですけど、近所でこうお醤油の貸し借りがあるみたいな、なんかそういう本当になんかいかにも日本らしい街なんだなっていうのを、このプレオープンから今の今まですごいもう体感していて、で、なんかみんなが家族みたいな、そんな街が本当に素敵だなと思って、で私は今ここでちょっと働かせていただいているのを本当に皆さんに感謝しております。本当にありがとうございます。築地の母体としてやっていく上でやりたいことは100店舗まで持っていこうぜ。大宮牛肉店100周年、今、今年90周年なんで、100周年までに100店舗、できれば100億まで行こうぜっていうことを仲間と約束をして建てた第1号店なので、ここで終わりではありません。これを仕組み作りをして、いろんな形で築地の発信をして、100店舗まで持っていければ最高なので、なんかその辺のところを目標にして、ちょっと小さくまとまるんではなくて大きくまとまろうと思うので、ぜひ皆さんのお力をお借りしたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。